難民申請中でも強制的に帰国させられるようにすることを柱とする政府の改定案。数ある問題が多く指摘されていますが、中でも特に問題なのが次の3つ。その1、大阪入管で酩酊状態の医者が収容者を診察していたことを斉藤法務大臣が知っておきながらその事実を公表していなかった。その2、政府が立法の根拠にしていた政府参考人の発言に疑念が。その3、次から次と発覚する収容者に対する入管職員の暴力行為。人の命がかかった法案をそんなに急いで通す必要ありますか？